都の城市にやってまいりました。ご紹介するのは葉山建設さんです。ご案内は井戸川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ今回まあこちらのモデルハウスということなんですが、はい、まだ 100% 完成ではないみたいですね。そうですね、はい、中の方は完成してるんですが、ちょっと外構がまだ終わっておりませんので、はい、最終的には全長8メーターの金のシャチホコがここに完成したらです、ね、ご覧ください。どうぞ。つきます。つかない。つかない。それはつかないですね。つかないです。はい。デッキの先の方に、はい、人工芝を張りまして、うんうん、まあ、リビングからお庭がつながるような形で、うん、子供が安心して遊べるようなスペースも作りたいと思っております。なるほど。じゃあ雨も強くなってきたんで早速中の方にお願いします。それではお邪魔します。はい、まずは清潔感のある、まあ、玄関ホールと入った瞬間に、うん、この涼しさといいますか、はい、もう僕分かってますよ。あそこあれですよね。そうです。さすがでございます。その秘密はまた後でゆっくりちょっと、はい、はいはい、ご案内することとして、まずはじゃあこちらの扉からいきたいと思います。バリン。はい、広々シューズクロー高さも自在にね、はい、変えられるので、どんなこんなロングブーツの奥様でももう全然入ります。ではリビングです。これ広さどれぐらいあるんですか。これ20畳のリビングになります。20畳です。はい、ちょっとじゃあ座らせていただきますか。あ、横でいいですか。よろしかったらどうぞ。ありがとうございます、はい、失礼します、ね、女性だったらよかったんですけれども、はいはい、今回ちょっとポリタンからあの共演 NG を感じました。すいません、はい、ついに出ました。2人が座ったソファーの向かいはテレビを置くスペース。一面だけ色を変えた壁がアクセントになっています。ソファーがある後ろに、まあ、ダイニングスペースとでも言いましょうか、はい、がありまして、キッチンですね、はい、こちらです。キッチン、これまたちょっとおしゃれですね。キッチンの前面には収納スペースが設けられていて、扉は左右に開閉できます。ははー、キッチン洒落てるなあ。あ、コンセントがこれね、うちもつければよかったってすごい後悔してるんですよ。ここにコンセント。こういうなんか奥行きがある、こういうスペースも、そこも全部ホーローパネルになってますので、ほう、例えば醤油こぼしちゃったとか、はい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 、した時もすぐをシャッと拭く、拭くだけで綺麗になりますので。キッチンの最大のポイントはこの食洗機なのだそう。ボッシュというドイツの会社の食洗機に引っ張っていただいて。あ、こういうことですか。はい、こうじゃなくて、え、これでどうやって。フロントオープン式の、はい、食洗機になってます。はあ、一応3段。あ、めっちゃ広いございますので。あ、こういうことですか。はい、たくさん入りますので。いや、たくさん入るし、正直食器棚がもういらないぐらい普段使いの食器はもう乾燥して、こっから取り出して使う、そのまま使ってもいいぐらい。はい、キッチンの背面にも収納棚が。こちらには普段使わない食器類を入れておきたいですね。実はこの家まだ収納収納がございまして。ほう、収納収納収納がございまして、はいはいはい、こちら後ろの方に行っていただいてもよろしいでしょうか。はい、ちょっと裏のスペース、うわー、またこれここにもありますか。ここはじゃあもうパントリー、隠したいものとかですね、うんうんうん、リビングになかなかこう見られたくないものとかはこちらの方に置いていただいたり、はい、なるほど。ちなみに井戸川さん、何か隠したいものがあるんですか。そうですねこれ隠しておかないといけないな。大量のお酒の瓶とかですかね。ああ、そっちですねキッチンのそばには脱衣室と浴室があるので、効率的な家事動線を確保しています。あとね、もう全部このあれなんですよ、これバリアフリーと言いますか。そうですね、全ての建具を釣り建具にしてますので、はい、床にレールがない状態になっておりますので、はい、お掃除とかもしやすいので。そうですねお、いいですね、ありがとうございます、はい、これ前やったけど全然使われなかったその他のお部屋もちょっとご案内していただいてよろしいですか。はい、こちらの物件、リビングを中心に各部屋に行けるようになっておりまして、うん、はい、次は寝室を見ていただきたいと思います。はい、もうリビングのすぐお隣。はい、あ、
ここだけちょっと天井の木目調の クロスを使ってまして、はい、なってますね。でここにまた収納、ウォークインクローゼットですね。片方がハンガー、はい、で片方が角棚になっておりますの棚と。どんなにそのね、お荷物が多かったりとか、うん、洋服がある方でも十分です。はい、ありがとうございます。全然映してない。あ、これでもう使わざるを得ない。LDK からつながる部屋は他にも。子供部屋としても活用できる洋室2部屋があります。さあ、すべてのお部屋を見せていただいたんですけれども、はい、共通して言えることがですね、温度が一定で室温が一定で非常にこう快適なんですよね。その秘密はズバリ何でしょうか。ズバリ絶空調です。エアコンを2台使いまして、うん、各部屋に暖かい空気、冷たい空気を送る全館空調システムです、はい。エアコンからつながる風の吹き出し口が各部屋に設置されていて、夏は涼しく、冬は暖かい空気を送り、部屋中一定の温度で過ごすことができます。消費電力を抑えて、お財布にも優しいシステムなんです。平屋じゃないですか、はい、もうお仕事を引退されたご夫婦お二人でゆっくり住むっていうのも全然ありじゃないかなと。ありがとうございます。思いました。葉山建設では7月13日、14日、15日の3日間、こちらの氷元のモデルハウスの完成見学会を行います。絶空調も皆さんぜひ、ね、体感していただきたいと思います。